皆さんこんにちは、大人の保健室チャンネル、かなえらです。本日もイースト駅前クリニックさんがコラボしているセクテクさんの動画を一緒に見ていろいろ勉強していこうと思います。本日のテーマ何でしょう？はい、今日のテーマは入浴射精を理論的に可能にする4つの極意。お、極意、はい、やっぱ連続射精っていうのは理想なんですか？そうですね、まあ、男的にはもう何回でもしたいんですよ、うんうんうん、やっぱり賢者タイムなんかもなくしたいんですよね。うんうんうん、うん、そうけどそれを理論的に可能にする方法があるということなので。理論的にですよね、だから気合とかそういうのじゃないですよね。理論的になんですよ、はい、理論大好き、はい、はい、まあぜひ見てください。はい、じゃあ一緒に勉強していきましょう。こんにちは、ゆいです。今回は連続射精を理論的に可能にする4つの極意、賢者タイム短縮についてお話ししていきます。性欲があふれ、いくらでもできるぞって思っていても、一度射精してしまうとたちまち、あれ、やる気なくなったなと、ほとんどの方がげんなりしてしまいます。この状態を賢者タイム、性欲萎縮状態と言います。女性にとっては行為後に急に冷たくされたと感じてしまい、ただの遊びだったのかな、体目的、大切にされてないのと感じてしまう場合もあります。これは仕方がないことで、男性は性的に3つの段階に分けられ、うん、興奮、射精、不応期となり、はい、一度落ち着いてから再び興奮状態となることができます、うん、そして賢者タイムが不応期に該当します、うん、この賢者タイム状態だと性的興奮状態を感じられる、性的な刺激を与えられても勃起が難しい状態となってしまいます、うん、この賢者タイムは一般的に15分から20分となります、うん、そして年齢が上がるとともに賢者タイムも長くなってしまう傾向があります、うん、なので若い頃は2回戦3回戦とできていたはずなのに、うん、年齢を重ねることで1回戦がかなりきつくなってしまうという男性もいますね。1回もきついってどういうことですか？もう持続できないってこと？多分いかないんじゃないですか。ああ。聞くとこまでいかない。なるほど。ですけどありますよ。あるんですね。あります、あります。へー。途中でもう勃起しなくなっちゃうみたいな。はい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 、はい、なんか中折れみたいな。そうですね、うんうんうん、中折れみたいな感じですね。もう性欲もなんか上がってこないみたいな。あ、気持ち的にはやりたいけど体がついていかないんじゃなくて、もう気持ち的にはあんまり上がってこないですね。かー、悲しい。言ってないのに行っちゃったみたいな。悲しい。なぜ賢者タイムが起きてしまうかですが、射精直後に脳内からプロラクチンというホルモンが分泌されるのが原因となります、うん、このプロラクチンは男性が射精することで脳下垂体前葉から大量に分泌され、うんうん、興奮物質であるドーパミンや性欲物質であるテストステロンなど、勃起や性欲をかきたてるために必要なホルモンを抑える作用があるのです、うんうん、このプロラクチンがどうして出てしまうかですが、これは進化論が有力とされています。性行為中はとても無防備なので、敵に狙われたらまずい状態です、うんうん、なので性行為が終わったらすぐに臨戦態勢に臨めるように生き残るために備わった機能とされています。なるほど。ただ方法によってはこの賢者タイムを意図的に短くしたり、連射を可能とすることさえできてしまいます。賢者タイムを短縮、連射可能な方法4選。クーリッジ効果。動物の性行動に関する有名な調査研究があり、哺乳類のオスは特定のメスとの性行為には飽きることが分かります、うん、これをクーリッジ効果と呼び、うん、知ってます？知らないですけど、これって、はい、特定のパートナーだけじゃなくて、いろんな方とやるのがいいよっていうことですか、つまり。なるほど。ひどい話ですね。本当にでも本能って言う、本能、いや、本能なのか、でも本能ってことですよね。いや、まあ、人は理性があるので、ね、うん、社会動物。そう。男性の浮気を正当化する言い訳にもされます。様々な研究がありますが、ラットを使った実験では、うん、オスが同じメス4匹から5匹と交尾を行うのと、毎回新たなメスと交尾を行う比較では交尾時間が8倍も違ったのです。つまりは性行為の相手が異なる場合には賢者タイムが短くなるんですね。なので一度射精した後に別の女性と行為を行うことで、意図的に賢者タイムを短くすることができるのです。なんとなく分かる気するんですよ。感覚で、まあ、分かります。生き物としてやっぱ子孫を多く残したいじゃないですか、本能的に。だからやっぱり可能性が多い、回数が多いとね、わかるんですけど。もちろんわかるんですけど、やっちゃダメですよ。この図が嫌ですね。この女の子の切ない顔も、タイプも全然違う。そうそうそう、言ってる感じもなんか嫌ですね。嫌な男だな。ですが現実的には
は別の女性と性行為をするのはなかなか難しいので、コスプレをしてもらったり、シチュエーションを変えたりして、脳に新しい環境を意図的に取り入れる方法がいいですね。マスターベーションの時も、一人の女性で射精した直後だと、違った女性を見た方が興奮や性欲を感じることはありませんか？ちなみにクーリッチ効果は、通常オスに見られる現象ですが、うん、オスほどに顕著な効果は見られないですが、メスにも同様な効果が得られたようです。言ってますけど、そんなに言ってますけど、女もありますよっていう、うん、あるんですか。まあ、ないわけではない。そうですよね。でもやっぱ気持ち、てか気持ち的にはやっぱりね、やっぱりパートナーをずっと仲良しがね、理想じゃないですか。やっぱりなんかそういう新たな刺激を求めてみたいな、火遊びしちゃうみたいなのはあるけど、やっぱりさっき言ったのコスプレをするとか、ちょっと違う場所でやってみるとか、なんかそういう方法、だから新しい刺激を入れていけば、また新鮮な、ね、刺激があるってことだから、そういう方向にやってほしい。相手を変えるじゃなくて。そうですね、はい、興奮しない射精、賢者タイムが起きる理由をホルモンの影響によることとお話ししましたが、研究でエストロゲンを補充した方は賢者タイムが短かった、テストステロンが低く抑えられていると賢者タイムが短かったという実験結果がありました、うん、つまりエストロゲンは賢者タイムを抑え、テストステロンは賢者タイムを助けるということがわかります、うん、テストステロンは性的興奮度で高まるので、うん、逆に興奮しないことでテストステロンを抑えることが期待できるので、興奮しない射精は賢者タイムを短くすることが可能な方法なんですね。難しい。つまり、興奮するぜ、やるぜ、最高、はぁはぁというように、射精するより射精は作業の一環です。もう出す前から賢者じゃないですか。賢者しながら賢者タイムに突入しなきゃいけないです。難しい。マスターベーションの時も最高に興奮と思い切って射精するよりも、少し気持ちが冷めた状態で作業的に抜く時の方が力尽きず、もう一回とりあえず抜いとくかと、次の射精までのサイクルが早かったりしませんか？射精を小出し、射精を小出しにすることによってプロラクチンの分泌、賢者タイムを意図的に抑えて連射を可能とする方もいます。慣れとテクニックが必要ですが、 PC 筋を弛緩させることにより射精を小出しでき、数回に分けて射精を感じ、何度も小さなオーガズムを感じることができるんですね。手を止めてもそのままオーガズムに達する射精一歩手前の状態で刺激を止めて PC 筋を弛緩させて小出しするんです。 PC 筋ってマスターベーションの時も、射精後に手を止めないで出し切る時よりも、射精後に手を止めて射精した時の方が次への準備がすぐにできませんか？男性の中には射精をしない絶頂であるドライオーガズムを感じることができる男性もいます、うんうん、ドライオーガズムでは精液は出ない絶頂なので賢者タイムが来ないんです。何度も絶頂することができるんですね。 ED 薬を飲む、バイアグラなど ED 薬を飲むことによって賢者タイムを短くすることができるのです。ではまとめ、今回賢者タイムを短縮連射可能な方法4選として、クーリッチ効果、興奮をしない射精、射精を小出し、 ED 薬を飲むをお伝えしていきました。最後まで見てくれてありがとうございます。今回は連続射精を理論的に可能にする4つの極意、賢者タイムの縮小の方法をお話ししました。はい、理論的、ております。理論的ですもんね。理論の話ですもんね。そうですね、まあ、クーリッチ効果という謎の効果もあったり、はい、まあ、いろんな人を見れば賢者タイムを少しでも少なくできるみたいな話があったり、興奮しない射精、うん、興奮しない射精が一番結構一番難しいですよね、うん、で射精を小出しにでもこれは結構男優さんやってる方多いですよね。けどなんか俺も昔、はい、長持ちさせるために先にトイレでなんか行かないぐらいの手前ぐらいで、うんうん、こう精子を出す、はい、ピューって出すんじゃなくて少しずつ出るみたいな感じのでやったことある、ありますね。へえ、これできる人とできない人がいるってことですかね。じゃあ、あ、ね、どうなんですか。あるんじゃ、 PC 筋だったら内側のお尻、お尻なんか PC 筋ってなんかおしっこ食べれるようになって、うん、あ、はいはいはい、うんうん、めっちゃ痛くなりそうですけどね。まあ最終的にはいい役を飲んで、いい役を飲んで、それが一番気にするかな、うんうんうん、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。